目の朝を迎えました。台風どうだろう。なんかね、今音を聞く限りはそこまで激しそうじゃなくて、車もバンバン道路通ってそうな音がするんだけど、カーテン開けてみようか。ああ、雨は降ってるけど風もそんな強くなくていけそうだね。これはこれからもしかしたら強くなるのかもしれないけど、大丈夫なうちに行った方がいいよね。生暖かいわ。じゃあちょっと雨がひどくなる前に準備してさっさと出発したいと思います。バチャンネル。うわ、吹き込んでくるわこれ。まあ、でもまだ車とかも走ってるからなんとかなりそうな感じはするかな。はい、ということで車に乗り込みました。今ちょっとの距離だけ傘さして歩いたんですけど、まあ、やっぱすごい濡れるね。なんとか無事に道後温泉まで到着できたらなと。まあでもまだ今9時前なんですよ。今から直接道後温泉行ってもホテルのチェックイン時間まで時間があるんで、一旦道後温泉の近くの、まあ、ショッピングモールみたいなところに行って、ちょっとそこで時間を潰してから道後温泉に向かいたいと思います。安全運転で行きます。松山市に入ったんですけど、チェックインまでは時間がまだあるんですけど、雨風がねだいぶ収まってきたので、道後温泉内をちょっと散策してからチェックインしようかなと思ってもう向かってます。ということで道後温泉に到着しました。人が結構まばらだね。いないね。でこれからねランチを食べに行きます。やっと四国旅行3日目にして外でご飯を食べます。ここに来たかったんですよ。
残念なことに台風で結構閉まってるお店が。まあしょうがないよね。はあ、ここ行こうとしてたのに臨時休業だ。残念。入り口まで係の方が迎えに来てくれるような宿でした。ちょっと緊張した。何これ、駄菓子バーとかある。誰でもできるのかな。あ、アメニティフリー。やばい、これマッサージチェアじゃない。てかさ、なんか暗いんだよね、半分。電気がね、ここの入り口のところにあるんだけど、奥がね、電気なくて、今これさ、明るい設定にしてるから明るく映ってるんだけど、普通に暗いんだよね。入り口入ってすぐのところに、クローゼット、おっとっと、クローゼットがあります。あ、ハンガーとリセッシュ的なシュッシュってやるやつと、これは羽織るやつか、浴衣じゃない、うん、羽織るやつ。あと靴べらとか洗濯物干すやつもあるし、草履、使い捨てスリッパ、そして書斎みたいなデスク、洗濯機もある。あとドライヤー、ティッシュ、アルコール、なんかお菓子があるぞ。なんだろうこれは。ごぼうって書いてある。ごぼうのお菓子かな。水が入ってる。ありがたい。古いわ、ここ。あ、コーヒーとか、緑茶、煎茶か。はい。で、あとこれは、何これ使ったことないんだけど、ケトルみたいなやつ、お湯沸かせるやつかな。後で使ってみよう。ベッドですね。ベッドの上に浴衣。浴衣2枚なのかな？あ、サイズ別に3サイズ用意されてる。で、あとこれが、タビだ。で、テレビ。大きいね。壁掛けテレビです。からのマッサージチェア。見えない。真っ黒で見えない。見えるかな、これ。マッサージチェアが普通のシングルルームについてる。すごいね。で、これが空気清浄機かな。で、次、バスルーム行ってみましょう。うん。タオルもバスタオルと、ハンドタオルかな。あ、ハンドタオル、ケースタオルか。で、これがハンドタオルかな。手拭くよ。で、さっき廊下のところにリーアメニティがあったんだけど、歯ブラシは窓から部屋についてるんですね。で、ハンドソープ。外がですね、こんな感じですね。辺り一面建物。雨がまだちょっと降ってるんでね、強くなってきちゃったんだよね。でも時間があるから、もうちょっと温泉街をうろうろしたいんだよね。ちょっと行ってみようかな。チャンネル。さっきお昼に来た時以上にお店が閉まっている。どうしよう。いやー、見事にシャッター、シャッター、シャッターです。お昼食べたところも今日夜の営業はないっぽいね。だよね。台風来てるんだもんね。ローソンも閉まっちゃった。もうこれはあれだね。宿に帰ってゆっくり温泉に入るってことだね。帰って温泉入ってゆっくりしましょう。今日も夜は編集を頑張ります。
温泉。やらかしましたが、無事にお茶を入れ終えました。で、お茶の音なんですけど、部屋についてたごぼうって書いてあるお菓子。大浴場でもらってきたうまい棒、あとね、お土産屋さんで買ってきたもっちゃん団子とマドンナ団子2本。美味しそうだったんで買ってみました。熱っ。最初に謎のごぼうを食べてみたいと思います。なんか蒸しパンのような、蒸しパンのような、何か、ミニケーキみたいな。あ、中に何か入ってるぞ。なんだろう、あん、いただきます。うん、うん、ごぼうだ。なんかごぼうの変な意味じゃなくて、土っぽい味。ごぼうの味。ごぼうまんじゅうかな、これ。おいしい。次、坊ちゃん団子とマドンナ団子で食べています。こっちがマドンナ団子で、こっちがぼっちゃん団子。ぼっちゃん団子の方は、緑茶あんと黄身あん、そして小豆こしあんを使ってるそうです。で、マドンナ団子の方が、一番上がいちご風味の洋風あんで、二番目がミルクあん。で、下がカフェオレあんでできてるそうです。いただきまーす。団子だけど、お餅じゃないんだ。全部あん。うん、美味しい。ほんのりいちごの香りがついてて。うん、うん、うん、うん。ごっちゃん団子が和風で、マドンナ団子が洋風だね。美味しいね。微妙にお餅みたいな団子みたいなのが入ってる。だからね、ちょっともちもち食感がある。ね、見て。日が出てきた。風は強いけど、夕日出てるから、明日晴れるかな、やっと。四国に来て初めて太陽を見た。本日の夜ご飯です。本当はさ、道後温泉で何かテイクアウトして宿で食べようと思ったんだけど、まあ、さっき見てきた通り、シャッターが閉まってて、ほとんどお店やってなかったんですよ。だから何も買えなくて、まあこちら安定の富士のお弁当でございます。昨日食べた日替わりボリューム弁当だったっけな？名前が。その日替わり弁当よりはちょっと小さいんだけど、同じ日替わり弁当。で、これ白身魚天あんかけのっけ弁当です。で、これも2種類あって、もう1個が鮭。まあ、昨日食べたやつと同じやつだね。これ持ってくるときさ、早速ひっくり返しちゃってぐちゃぐちゃになってるんだよ。ごめん、ちょっと見た目が悪くなっちゃってるんだけど。はい、こんな感じです。すんごい偏っちゃってる。きんぴらとかさ、すごい大惨事。でもね、これも野菜たっぷりで美味しそうです。いやーなんかほんと今回ご当地スーパー大活躍だよね。素晴らしい。で、絶対にこれだけじゃ足りないと思ったんで、コンビニでおにぎりも買っておきました。しかも爆弾おっきいおにぎりね。今日の夕飯はこんな感じです。じゃあいただきます。
なんか、あんかけと、お信仰が混ざっちゃってる。ああ、そっか、お信仰の場所はここなんだね。すごいぐちゃぐちゃになっちゃってる。ごめんなさい。おいしい。昨日よりサイズは小さめなんだけど、深さが結構あるんだよね。だから、多分ご飯も結構たくさん入ってそう。美味しい。なんかとりあえず今日はさ、何事もなく無事に道後温泉にたどり着けたっていうだけでも満足かなって感じだよね。明日は高知県に行くんですよ。高知県の土佐清水市。その辺をちょっと観光して、その近くに泊まろうと思うんですけど、明日はやっと晴れマークが天気予報に出てたから、やっとちゃんと観光ができそう。楽しみ。高知の土佐清水市が最初四国を旅行しようって思ったきっかけなんだよね。土佐清水市結構暑いらしい。絶景が多いんで。だからすごい楽しみなんだよね。本当は愛媛でもさ、いろいろ観光したかったんだよ。海の方にも行ってみたかったし。でも台風の時に海に行くってありえなさすぎるじゃん。だから諦めたんだけど、ほんとあそこ行きたかったんだよ。駅から海が見える下灘駅だっけ。すごい絶景のとこ、すごい楽しみだったんだよ。そこ夕日が綺麗だって言うから、じゃあちょうど夕日の時間に合わせてとかちょっとスケジュール考えてたんだけど、もう全部パー。また次の機会だよね。次は冬とかがいいかな。冬の方が雨降る確率低いもんね。またリベンジします。四国を旅して今日で3日目なんだけどさ、まあ香川、愛媛ってこう車運転してきたんだけど、結構さグイグイ入ってくる人多いなと思ったんだけどさ、なんかねこのタイミングで入るみたいなとか、あとねすごいびっくりしたの。初っ端の香川の空港に着いてレンタカー借りてすぐ運転してたら、ウィンカーも出さずに2車線ぐらいさーって横切った車がいて、と思ってびっくりしたの初っ端から。でまあそれはたまたまその人の運転がそうだったのかなと思ったんだけど、その後も結構ウィンカー出さないで車線変更したり、あと結構ギリギリのタイミングで入ってくる人が多いなと思ったんだよね。こっちだとそれが普通なのかね。でもなんかそうやってグイグイ入ってくるんだけど、スピードはそんなに出てる車っていないんだよね。私とかは結構ビビりだからスピードとか全然出さない人だね。もうできればずっと左車線でゆっくり走りたいみたいなタイプなんだけど、なんかね私みたいな人がいっぱいいるの。みんなゆっくりで、たまにね私普通にいつも通り走ってるだけなんだけど、なんか先頭走ってる感じ、みんな後ろ私にくっついてくるみたいな、そんな状況とか結構あって面白いよね。グイグイ入ってくるのにスピードはゆっくり。まあ、でも安全運転でいいんだけどね。ごちそうさまでーす。で明日のことを今調べてたんだけど、久々に早起きです。もう6時には出る。明日に4時間5時間ぐらい運転するかな。やっぱ行ってないところとかだと距離感が分かんなくて、結構無茶なスケジュールを立ててるっていうことに今気づいた。なので今日はなるべく早めに寝ます。それでは皆様おやすみなさい。また明日。